リタール株式会社テクニカルインサイドセールス野田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日ご紹介に上がりますのは 3D 制御盤、まあ、立体配置による盤の小スペース化ということを目的にしております。制御盤といえばこのような形で中板に必要な機器を配置し、ケーブルダクトを用いて平面的にこう組み上げていく、このようなものが一般的な制御盤だと思います。で、私どもが提唱するのは特にこのリタール TS8 のフレームシステム、 XY だけでなく Z 軸も使った、奥行きも使った配置で 3D 化するというようなところを提案させていただいております。で、我々の TS8 シンメトリックな構造になっておりまして、私どもの標準のレールで左右奥行き方向幅方向にもですね、さまざまな構成が可能です。なおかつ今回はですね、このレールのですね、規則的に開いている穴を利用してケーブルを束ねてます、すなわちダクトレス、こういったものを実現しております。ダクトレスの効果っていうのはですね、ダクトっていうのはある程度の高さがあって機器と機器の間にあるんですけども、熱だまりができる可能性が高まになってきますが、こういう Z 軸を配置する、なおかつダクトをなくすことで熱だまりができることを回避します。で、これは何を意味するかというと、設計者の方々が熱計算によって得られた必要冷却能力、こちらの期待通りに盤の中を冷却することができるというメリットがございます。また Z 軸利用することでですね、盤の小型化にも寄与することができます。で、今回この展示の盤におきましては、先ほど紹介しました従来型の盤と同じ構成なんですけども、高さ方向には半分に収めています。いわゆる中板を使わないダクトフリーの構成で従来の制御盤の半分にすることができる、まあ、そのようなポテンシャルを秘めているわけなんですね。まあ、このようにですね、まあ、従来の制御盤作りとは違う視点でものづくりをすると盤の小型化にも寄与することができるということで、皆様にもぜひご検討いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。